1875年、プルデンシャルファイナンシャルはプルデンシャルフレンドリーソサエティとして創業しました。創業者ジョン・ F ・ドライデンの掲げた基本理念は、社会の絆である人間愛と家族愛の普及の原理を実現することでした。その当時のアメリカは経済恐慌とそれに続く不況の時代でした。都市はスラムと化し、その不衛生な生活環境は庶民の死亡数増加を招いていました。一般の庶民は貧しく悲惨な生活を強いられており、家族の埋葬費を捻出することさえ困難な状況でした。しかし当時の生命保険は保険料保険金とも高額で、一握りの裕福な上流階級の人々が加入しているに過ぎませんでした。プルデンシャルの創業者ジョン・ F ・ドライデンは、社会の切実なニーズに応えるためイギリスで普及していた労働者保険の導入に尽力しました。その結果、3 cents a week、週に3セントという非常に安い保険料で加入できる保険をアメリカで初めて販売しました。それまでの生命保険は、保険料の徴収は郵便などを用いて行われていました。しかしプルデンシャルのセールスパーソンは、保険料徴収のために毎週毎週契約者を訪問しました。次第にセールスパーソンには顧客から様々な相談が寄せられるようになったのです。日本でプルデンシャルが創業したのは1987年。アメリカで保険料徴収のため契約者を訪問していたセールスパーソンは、日本ではライフプランナーとしてお客様を生涯にわたりお支えする誇りと責任を持ち、日々研鑽に努めています。お客様の将来を見据えたコンサルティングを行うことはもちろん、人生のさまざまな節目においても経済的な保障と心の平和をご提供できる存在を目指しています。世界でも屈指の金融サービス機関となった現在でも、創業の精神である人間愛家族愛は、プルデンシャルが大切にする理念として生き続けています。